2日目ということで、今日はね、すみません、また20分したいことなんですけど、皆さんこんなに集まっていただいてすごく嬉しく思います。今日もアイドルフェスということなんですけど、全然アイドルじゃないんですけど、アイドルをされている方たくさんいらっしゃると思うんですが、シンガー枠でもしよければ戸田桃花を押していただいて、少しでも名前だけでも覚えて帰っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。したのは、今回金魚ミュージアムが、このミナーラさんにできるということで、金魚をテーマに書かさせていただいた金魚から愛という曲でした。ありがとうございます。それでは続けて2曲目3曲目歌っていきたいなと思います。2曲目3曲目は、元気でポップな曲を歌いたいなと思うんですが、今月4月の24日に発売となりましたニューシングル725から2曲お届けしたいなと思います。本当はという曲、そして725という2曲をお届けするのですが、725という曲は、7月の25日に毎年開催されている天神祭りをテーマに書いた曲で、今、海軍なんでも探偵団さんの、エンディングソングとして3ヶ月、流れますので、もしよければね、ぜひぜひ大阪の方も東京の方も、いろんなところで全国で流れてますので、よければぜひ見ていただけたらと思います。それでは、一緒に盛り上がっていきましょう。聴いてください、本当は。今この瞬間君がいてくれる毎日が続く。
中に